Hello, this is WF. WF をご覧の皆さん、こんにちは。私は普段、このチャンネルの編集やデザインをやっております、稲見裕二と申します。で、今回のテーマなんですけども、コロナウイルス渦中で求められるアパレル業界に必要な変革とはという、テーマで4回にわたって、お送りいたします。緊急事態宣言が実際終了しまして、でアパレル業界はどう変化したのかという部分で石本さんにお聞きしたいんですけども、はい、そうですね、まあ、多分各国がこのコロナウイルスってものを受けて、まあ、いろいろな変化が必要になってくる時代の中で、はい、まあ、アパレル業界はどう変化したのかって言ったことだと思うんですけれども、まあ、コロナウイルスが蔓延する前、まあ、アフターコロナって言い方をさせてもらうと、まあ、それの以前は、ファッションウィークっていう大きなうねりの中で、はい、ファッションのトレンドであったりとか、ビジネスモデルっていうものが、はい、まあ、グローバル社会の中で、まあ、ある程度共有されていた、あの時差があるんですよ、はい、とは思うんですね。でも、まあ、世界でね、今6月24日現在でもなかなかこう自由に渡航ができない中で、まあ、どのように変化をしていくかってことだと思うんですけど、はい、まあ、この世界にでの取引がなかなかできないってなってくると、必然的にその各国が内需に頼ってビジネスをしていくっていうことになっていくと思うんですね。まあ、それはまあアパレル業界でももちろん必然的な流れであって、はい、まあ、そうすると今までこうファッションウィークとかっていううねりの中で共有されていたものが、まあ、反強制的に、うん、分断をされていってしまう。そうですね。はい。うん、で、そうなっていくと、まあ、それが長くなればなるほどだと思うんですけど、うん、各国の特性ってものが多分出ていくと思うんですね。はい、なので、まあ、そうなると、まあ、今現在でネームバリューがあるブランドっていうのは、まあ、しばらくは、まあ、そのままの形でいいのかなっていうところはあるんですけれども、はい、こう、各国のローカライズされたルールであったりとかっていうことになっていくと、はい、まあ、その新しく今から海外に出ていくとか、うん、はい、そのビジネスを拡大していくってなると、うん、まあ、まあ、ある種群雄割拠の中で、うん、新規開拓をしていくのは、うん、アフターコロナよりも難しくなっていくんじゃないのかなっていうのは個人的にすごく感じていますね。まあ、そういった中で、うん、まあ、まあ、具体的にまず例えばどのような対策を取った方がいいっていうのは何かありますかね。そうなっていくときに、まあ、ファッションウィークの、はい、流れでいうと、はい、まずは、ニューヨークであって、うん、その後にミラノが来て、はい、フランスのパリであって、その後にアジアっていうファッションウィークの大きな流れっていうのがあったんですけれども、はい、まあ、そうなっていくと日本のブランドが、まあ、手当たり次第って言ったら言い方おかしいかもしれないですけれども、うん、ビジネスチャンスを狙って、はい、いろんな各国の展示会に出るっていうのは今までこう、うん、やってきた流れだとは思うんですけれども、はい、そういったものが、まあ、今まではこう ラッキー的なものでついていたものがなくなるんじゃないのかなと思っていて、はい、まあ、それはさっき言ったように各国が分断されていく中でローカライズされたルールであったりとかっていうのが、はい、すごく色濃く出てくる中で、やっぱりこう手当たり次第にっていうのはなかなか難しくなって、はい、っていう中でやっぱり、うん、そのブランド自体の規模だったり資本が大きければ、まあ、いろんな国でも、それこそチームでカバリングをして、ここのルールはこういうことなんだよとか、今ここではこういうトレンドがあるんだよっていうのを調べることはできると思うんですけども、これから海外展開を狙っていくとか、まあ、インディペンデント系のちょっと規模が小さいブランドっていうのは、そこまでカバリングするのが、やっぱり難しくなっていくんじゃないかなって思うので、この、まあ、コロナ禍中で自分たちのブランドとか洋服ってものが、どのマーケットに、ヒットするのかっていうリサーチの時間に当てることが僕がすごく重要だと思っていて、まあ、今後このコロナウイルスっていうのが明けた後に、まあ、自分たちのブランドがアメリカに行くのか、まあ、ヨーロッパの中でもイタリアに行くのかとか、パリに行くのか、はたまたアジアなのか、まあ、具体的にさらに細かく絞るっていう形ですね。そういってやっぱり、しっかりリサーチをして、下調べをして、まあ、なんていうんですかね、取捨選択じゃないですけど、はい、そういったものを知って、そのマーケットにコミットしていくってものが、うん、はい、まあ、今後としてはすごく重要な課題になるかと思いますね。はい。はい、